社会保障カード。このサンプルは10桁だが、実際のカードは9桁アメリカ合衆国における社会保障番号。ソーシャルセキュリティナンバーは社会保障法205条 C2 に定められる市民、永住者、外国人就労者に対して発行される9桁の番号。アメリカ合衆国連邦政府の社会保障局によって、個人からの申請に基づき発行される。 元々は調税用の個人特典が目的であったが、近年は事実上の国民総世番号制となっている。SS マイナスの申請を適用することによって取得することもできる。連邦規則集20章422条103項 B を参照。社会保障番号は1936年11月社会保障局によって ニューディール政策の社会保障プログラムの一環として最初に発行され3ヶ月のうちに発行対象者は25万人に及んだ。1986年以前は14歳前後まで社会保障番号を持たない人々が多くいた。これは国民が収入別編成の税制に慣れており14歳以前から安定した収入を得ている人はほとんどいなかったことが原因である。 1986年に、租税法が改正され、5歳以上の個人で、社会保障番号を持たない者は、税控除の対象とならなくなり、1990年には1歳にまで、対象年齢が引き下げられ、最終的には年齢を問わずに、税控除の対象外となった。こうして、親は、子供が生まれて、すぐに、社会保障番号を適用することになった。今日 社会保障番号の適用は出生証明書の登録と同時に済ませることができる。社会保障番号の元来の目的は社会保障プログラムの中で個々人の収支を記録するためのものであったが、やがて多重登録などのエラーも稀にあったもののアメリカ国内での身分証明として使用されることとなった。労働、疾病、学業、クレジットなどの記録に 社会保障番号が用いられることもある。アメリカ軍は、1969年7月1日より、アメリカ陸軍とアメリカ空軍で、1972年1月1日より、アメリカ海軍とアメリカ海兵隊で、1974年10月1日より、アメリカ沿岸警備隊で、それぞれ将兵の認識番号として、社会保障番号を用いている。 古い様式の社会保障カード。for social security purposes, not for identification とあるアメリカの社会保障はもともと全員負担であったが、メディケア制度が1965年に可決すると、社会保障に反対する1951年以前から続く宗教団体はシステムから除外しても良いとされた。このため、アメリカ国民のすべてが、 社会保障プログラムに加入せずとも良くなり、また社会保障番号を持たなくとも良くなった。しかしながら、子供を所得税正常な扶養家族とするためには、いずれにせよ社会保障番号が必要である。また、内国歳入庁は、すべての企業に対し、従業員に社会保障番号の取得を求めている。企業で働かず、より多くの負担をすることで、 社会保障なしに生活することもできる。アーミッシュは、例えば、狩猟免許の取得に、社会保障番号が必要であるといった規則が、制定されてから、これを放棄することを通じて、社会保障制度に抵抗している。1980年代まで、社会保障カードは、身分証明用途には使えないと記してあった。だが、アメリカ人のほとんどが、社会保障番号を取得して、 身分証明としての利便性が高まると、この記述は削除された。社会保障番号を持たない人々もいるとはいえ、社会保障番号を持たずに、クレジットカード作成や、ローンや銀行口座の開設など、合法的な金融活動に参加するのは難しくなっている。またアメリカ合衆国内での就労においても、社会保障番号を持たないものは、持っている者よりも、 一般的にやや困難である。内国歳入規則には、財務長官もしくはその委任者の規定のもとで、例外的に発行されたものを除く、社会保障法205条 C2A により発行された社会保障番号は、表記の通りの番号を身分証明番号として使ってよいとの規定がある。社会保障番号を利用できず、かつ税控除の記録のために識別番号が必要な個人には、 アメリカが衆国内国際入庁によって個人納税者識別番号が発行される。アメリカ軍では1974年から認識番号に代わって社会保障番号を認識表に刻印している。このためアメリカ軍の兵士になるには社会保障番号の取得が必須要件となっている。社会保障カードには3種類ある。最も一般的なタイプは所有者の名前と番号。 この番号は、に対して発行されたものであるの表記がされている。このようなカードは、アメリカ市民と永住者に対して発行されている。他の2種類の制限されたカードは、以下の通りである。2004年には、情報改革とテロ予防法が議会を通過した。これにより、社会保障局は、社会保障カードのデザインを、改めて偽造を防ぐことになった。 2006年4月から2007年8月にかけて国家安全保障局の諮問を受け社会保障局長官によって社会保障局と政府印刷局の職員が集められて組織された執行委員会がカードのデザイン改定を行った。SAT GPD のデザインチームが作った新しい社会保障カードではカバートオーバーとカッティングエッジセキュリティ技術が導入されている。 多くの市民やプライバシーを重視する人々は社会保障番号の情報漏えいや個人情報の改ざんを警戒している。実際、2015年5月下旬には本人になりすまして税金の還付金最大で1万3000人分3900万ドルが採取される事件が発覚した。その後の調査により番号が流出したのは約2150万人で、 その中の560万人については、指紋データも流出していたことが判明した。社会保障番号は、他にも多くの形式の ID と関連付けられており、また社会保障番号を聞くことが、身分証明の方法として扱われやすいため、個人情報を盗み取ろうとする人々によく利用される。もともと銀行口座の開設や、クレジットカードの発行、 銀行ローンの組み立てなどの場で金融機関によって社会保障番号の提示を求められることは多い。これは発行された人物以外番号を知らないようになっていると想定されているためである。社会保障番号を身分証明として用いる際の問題を悪化させているのは社会保障カードに生体認証が全く組み込まれていないという点である。 ある社会保障番号を本当に発行され使用する資格のある当人が使っているかどうかは他の情報手段がない限り原理的に区別できない。テネシー州のある女性は高校卒業直前にクレジットカードを作ろうとしてほとんどのカード会社から信用情報履歴審査の上作成を拒否された。納得できず番号情報漏えいを調査する専門の会社に 依頼して調べたところ、9歳の頃から自分名義で42社に加入され、150万ベイドルの借り入れがあることになっていることが判明した。サマーキャンプや病院でたびたび社会保障番号を聞かれて答えていたから、誰かが自分になりすまそうとすれば不可能じゃないと、この女性は話している。住所、名前、番号さえわかれば簡単になりすますことができるため、 9人の成人が1人の9歳の児童になりすましていた例、不法移民に悪用されて、小学生の所有者が、レンガ職人や、ウェイトレスとして、非雇用者登録されていた例まで確認されている。アメリカ合衆国議会は、社会保障番号の身分証明としての使用を、制限し、商業用の使用を禁止する、法案を検討している。内国歳入局は、 委託を行わない、課税対象者に識別番号が必要になる場合、社会保障番号の代替番号を発行する。納税予定者は納税予定者識別番号を取得して、これをもとに税控除を行う。デイケア事業には税制上の優遇があるが、控除を受けるためには、個人事業主であっても雇用者識別番号を提出しなければならない。社会保障局は、 社会保障番号を求められた場合、法的根拠を要求するべきであると勧告している。社会保障ナンバーは AA、AAAGG3 シェオルの9桁の数字形式となっており、3つの部分に分けられる。もともと、番号は北東部から西へと順に振られていったものであるため、東海岸の人々のエリアナンバーは小さく、西海岸の人々のものは大きくなっている。だが、 位置関係に基づいた地域指定が埋まってしまったため、いくつかの州では番号が飛んでいる。グループナンバーは01から99まであるが、番号順に発行されはしない。管理上の理由により、グループナンバーは次のように発行される。 01から09までの奇数10から98までの偶数02から08までの偶数11から99までの奇数例えば98の次に11が発行される。2011年7月25日より以前は社会保障局が割り当てた正当な社会保障番号における最大のエリアナンバーは771でこれより上は存在しないとされていた。 2011年7月25日から割り当て方針が変更され、エリアナンバーはランダムに割り当てられるようになった。同時に最初の3桁が800から899で始まる社会保障番号の発行が開始された。2013年1月現在で社会保障局によって割り当てが行われないことが明らかにされている番号は下記の通りである。 ランダム化の実施以前は社会保障局がそれぞれのエリアナンバーに対して最後に割り振られたグループナンバーを毎月公表していた。2013年1月現在ではインターネット経由で雇用主が従業員の社会保障番号が有効なものか検証するシステムが運用されている。ウールワースに並べられていた反則用の社会保障カード広告に使用される。 社会保障番号は無効なものが使用されている。有名な例では1938年にニューヨーク州のロックポートにある EH ・ファリー・カンパニーが製品の宣伝のために社会保障カードが同社の財布にぴったり収まることを示そうとした。ウールワースなどアメリカ中のデパートで売られていた同社の財布にサンプルカードを入れたのである。当時の副社長が 実際の社会保障番号を使った方がいいだろうと考え、秘書のヒルダ・ウィッチャーのものを使った。カードが赤で印刷されており、実際のカードの半分のサイズで、しかも前面にはスペシメント表記されてあったにもかかわらず、多くの人々がこの社会保障番号を利用した。当時、延べ4万人以上の人がこの番号を自分のものだと主張した。 さはこの番号は無効であると呼びかけるキャンペーンを行ったが、この番号は1977年の時点でも12人が使用したという記録がある。最初の SS-5 申請適用による社会保障番号は1936年11月24日の木曜日に発行された。このために、 アメリカ国内の4万5000の郵便局のうち1074局が11月1日に新政策のキャンペーンの一部として先行して送られていた社会保障カードに番号を印字するタイピングセンターに登録された社会保障局のジョセフ・エルフェイが最初の1000件の記録の中から選んだニューヨーク州ニューロッチェル市のジョン・デビット・スウィーニー・ジュニアが 歴史上初めての社会保障番号取得者であるとアナウンスされた。マイナス0 0 1番を取得したほとんどの人と同様、スウィーニーは管轄のタイピングセンターに情報を登録した最初の人物になった。スウィーニーはその後1974年に61歳で亡くなった。最低の社会保障番号は2人の辞退者を出した後、 ニューハンプシャー州コンコードのグレースディーオーウェンが取得した。グレースは1945年12月に73歳で亡くなった。ありがとうございます。